待ってる。あ、はい、これ千代玉。千代玉。これ千代玉。ピントが合わない。ピントが合わない。かわいいですね。これは？これ俺のでも見れるの？こっち。ひげまろちゃん。いいや。これ本番。いいや。難しいな。相変わらず外れない。こうか。さっき言ってたの今日地味じゃん。いえいえ、逆の問題だけど。あ、やっと揃った。どこだったの？ピントが難しい。よかった。はい。ひげまろちゃんと、ちよちゃんです。そうそう。じゃあ、これ、ゴトさんの真似してたの？ゴトチャンネルのやつ。はい、行きますよ。はい。あれでしょ？それうちも導入したの。はい、お願いします。はい、こんにちは。ビデオチャンネル第51です。よろしくです。ですね。やっと。先週ね、ゴッドさん来るって言ったんだけどね。うん、あれ先週何で来たんだっけ？先週寝てた。寝てたの？どこ？バックレで？3日もです。バックレで来れなかったっていう。そうです。亀山さん、こんにちは。亀山さん、こんにちは。同時にね、見れるってことは発覚してね、今から、ちょっと遅れたね、うん、タイムラグが今日は、藤原が何仕事っていうのは曲がってない？いいのこれ、角度曲がってないすごい、なんか上しか映ってないなんかおかしくないこれ何クリチョンパでも角度悪いどうなってんのちょっと揺れますよ今ちょっと角度になってます。怖い。さやさん、こんばんは。俺がこんなに角度来ている。こっち側になんか寄っちゃってる。すいません、今ちょっと角度修正です。こっち来てるのか。ペンちゃんがセッティングしたんですか？今日舞台ないで。ん？あ、違うか。ああ。ひらぶさん、今どうなってる？今ちょうどいいと思う。でも、持ってねえと俺だ。微妙だね、これ。あ、治った。治った。はい、OK。治ったはいいんだけど。こっからスタートだね。いいよ。あげましょう、ありがとうございます。はい、こんにちは、ビジネスチャンネル第51回です。先週ゴッドさんは来る予定でしたけど、バクれて寝てたらしいです、今聞いたらね。まあ、後ほどゆっくり話してたけど、今日は藤原が何インフルエンザ仲間がインフルエンザになって代役で出てる。あ、代役ね、うん、代役でちょっと画面揺れます。ちょっとごめんなさいね。お父さんが設定してたんだからこれ。したらいいの？椅子ごとちょっとずらせばいいんだよ。ああ、そういうことね。多分、いや、角度が合わないですよ。これは？ちょっとリアルタイムで見て。透明人間。見てるよ。見えてる？いっぱいマークついてるけど、今角度調整。いいんじゃね？首チョンパになったよ。どっち？どう？モトさんが映ってない。これ映ってる？これ？タイムラグがあるからね。すみません、今ちょっと角度調整してます。生放送なんで。これでしょ？なんでだろう？ん？タイムラグあるからね。そういうことだ。これ結構前のタイムラグ。だ俺ら同時にさ同じやつでやってるからさ、ヤコとか見た方がいいんじゃないの？ヤコのは見れない。なんで見れないんだよ。だっておかしいよ、角度。ゴッドさん、半ゴッドこっちちゃんと映ってるけどね。あ、そう、うん、じゃあ皆さん聞いてみましょう。皆さんちゃんと映ってますか？神がかりで。あ、OK です、OK です。 OK だと思う。一回これ切れば出ちゃうのやつ。俺のやつだからこれバカなんだから。バカだから切ればいい。これ俺の映らない鏡じゃない？ん？やっぱ全然 OK だけどな。
降臨。ああ、そうなんだ。ラブだ。大丈夫だって。失礼しました。はい、よろしく。はい、そんな感じで、DJ チャンネル、ボリューム51、オープニングで今映してるのがですね、昨日、一昨日か、実はちょっと伊豆の方にね、王子、やこのおばあちゃん、おばあちゃんですね、の50回忌の法事があるっていうんで、それでちょっと顔出ししに行ってきたついでに、俺の親父が昔リゾートマンションを建てようと思ってた、ね、西伊豆の石部ってところに700坪の土地があるんで、それを見に行ってきたわけですよ。したらもう地図で場所が分かんなくて、ほんで途中なんかね、山道の山が高台にあって、もうほんと富士山とバーンと見える絶景な場所なわけよ。西伊豆、うん、でそこで高校ぐらいの時に芝刈りとか全部借りに行って、常にさら地を保ってたんだけど、もうかれこれ30年ほどほったらかしにしたわけ。高知、うん、したらもう熱帯雨林になってたわけ。ほんで、場所も分かんないんで、地元の人に聞いてもみんな死んじゃってて、管理してる人がおじいちゃんすぎて、管理してる人がもうみんな死んでしまって分かんないってわけよ。ほんで、したらでちょうど車で途中まで行ったんだけど、したら通行止めになってて、でこの先なんか道路の舗装工事やってるから行けないので、なんか どっかから大回りをしようとか言うわけよ。場所も分かんない、大回りなんかできねえだろうって話になって、で地元 その役場みたいなところと空いてたから聞いてね、で地図を出してもらったわけ。さあ、おそらくこの辺だろうって言うんで、ただ通行止めになってるから車をここに置いた状態で歩いて行ってくださいって、歩いて何分ぐらいだったっけ、子供なしで25分だったっけ。そう、子供なしで25分って言ったら、じゃあ大人なしだったらまあ、15分かそのぐらい着くだろうっていうことで、じゃあ行くべって行ったわけよ、ね、したら道なき道を行って、もう川沿いに行けば行くっていうから、獣道みたいな、こんな細い、一人がやっと通れるぐらい、苔があっても滑るようなところが、革靴にサンダルだし、サンダルじゃねえ、革靴で行って、ほんで日が暮れる前に登っちゃわなきゃまずいやんっつってで、いつまでだと思ったかつかないわけよ。10分たち、20分たち。俺もさ、スマホとか見てもさ、山だから自分の現在地が分かんないわけよ。で、ナビも入れてその番地が出てんだけど、目的地に到着しましたって言って、目的地からさらに上の方にあるから、こう、なんていうの、地形のあれでさ、下にいるんだけど、土地は上だから、目的地に到着しましたって言っても上だからさ、こう上がっていかなきゃいけないわけ、崖だと、ほんで何回も行ってれば分かるけど、高校の時行ったっけ記憶がないからさ、で上の方まで行ったら小学校があるって言うから、その小学校の後廃校になっちゃったね、もうね。でその廃校の小学校を見に行った、そこまで行って、したら通行止めからつながってる道に出たわけ。そしたら民家がいっぱいあったわけ。で、これ誰かに聞かないか分かんないなって。民家にはまだ人も住んでるね。人も住んでる。で、みんな鍵閉めてないからガラガラって開くわけよ。すいませんって言って、一軒目いなかったわけ。一軒目いねえぞって言って、どうすんだもんねって言って。どっかテレビ見てるじゃん。ほんで、二軒目をガラガラって開けて、すいませんってごめんなさいって言ったら、なんかおばちゃんがね、ガラガラって出てきて、何って言うわけやん。で、俺も長いとも目がなくて、すいません、ちょっと道をね、お聞きしたいんですけど、って言ったら、ん？道？とか言うから、なんかすごい怒ってる感じだったわけよ。やばいな、やばくじゃん。完全に俺を警戒してるなと思って、実はね、東京から来たんですけど、東京から来たって言わなかったの。実はね、うちの父親が、昔ね、この近くに土地を持ってまして、その土地をね、ちょっとこっちに来るついでがあったんでね、見に来たんですけど、場所が分かんないんですよ、って言って、ん？どこだ、ここはって言うから、だからその、ね、一部の何々番地って言ったら、ここは244だな、とかって、どっから来ただって言うから、だって怒ってんじゃん、さっき言ったし、どっから来たって言うから、東京ですって言ったら、東京から来たのかって言うから、はい、ちょっと待ってね、って言って、お土産持ってきてる。
したらさ、そうしたら、だすごい、まあ、なんていうの、地元の言葉で喋るからさ、ちょっとね、口が悪く聞こえるんだけど、すごいさ、いい、すごいいいおばあさん、おばあさんまで、あー、顔は怖い、顔。顔はね、結構、怖いっていうかね、きつそうな顔してる。やっぱり山本だな、で、そしたら、あー、ここら辺だったら、え、どっから来たって、だから道をだから、歩いてきました道が歩いたら、うん、女の人もいるなって言うから二人で来たかって言うから、はいはい、どこから来たって言うから何回聞こうか下の港から上がってきましたって言ったら港から上がってきましたって言ったのよそしたら、えって言うから山道を上がってきたかって言うから、はい沢本って途中あの通行止めになってるからって言ったら車でこうぐるって回ってくるいやそっちの方だと逆に帰って遠くなるから歩いた方が近いって言われたんで役場でねそんな道を知らんで、そうよく来たなってとこら、ちょっと待っててどっから来たってどっから来たのコンプで、戻るみたいなそう、そう、そう、それでそしたら、まだ酒引っ張んだよねそう、酒引っ張んだのさしたら、また上司したらね初めて聞く話してるから分かんのかそしたら、これだと、もうちょっと上の方だなと言うからで、ちょっと待って、もういいわ、車で連れてったんだから乗んなさいって言うわけよ、うん、で、いいんですかまず物置ガラガラってやって出てきた車がそうそう、うん、みかんが出てきたまずみかんで、はいこれって言ってみすいませんってみかんもらってで、ちょっと狭いけど後ろ乗ってって乗ってですごいスピードなんだよね、おばあちゃんなのにねそうそうそうこすごい山道をこんなこっちに溝とかあんのにゴーッとかなってこっちとかあるしてください溝がどこにあるか分かんない状態でもさ結構ギリギリ攻めてるわそのお友達にで、じゃあそれに近いことが起きたの、実際それで、起きたのよで、上まで着いたら、おそらくこの辺でちょっと待って、油断するかって言ったらガーンってガーンってなってそしたら、ブーンってタイヤ絡まりしたからで、ちょっと見たら、衛星に乗り上げちゃってガッツリハマっちゃってああ、絡みねこうやって U ターンしたとしたら、ここに縁石があるの分かんなくて、で、ゴーンって使っちゃって、ぐーっとタイヤ絡まして煙吹いてるわけよ。やべえな、ここと思って、人さ、女二人だし、俺男一人だし、周りにね、山ちゃん、誰もいないから。誰も人がいないんだ。一人で、いくつもしたわけよ。ほんで、これやばいなと思って、で、他も、最初、もうここでありがとうございますって言って、お母さん、俺は山を迷うかな。それ冗談だけど部下が来たんだって言われてねほんで、とりあえず俺知ったけど動かないわけよほん、やばいお母さんちょっとエンジンかけてバックに車入れバックに入れてください俺押しますからってでもこれ一発で行かないとそうそう、何言ってんのね何言ってんの押したわけよしたら抜け出たわけよそしたらもうあのバンパーをさポキッこうなんていうのこうなバンパーここがバンパーですねバンパーがね、バンパーってバンパーこうめぐれたのねこれはちょっと結構痛手がでかいと思うんだけど俺ね、お母さん無理やり押し込んで無理やり、ね、バンパーでバンパー下からグーッと押し込んでグーッと下でグーッとあのプラスチックの FRP じゃないだからバンパーを下からこう出てるのね下にね入れてそれでグーッと押し込んだらパキッとはまったわけよ、うん、だからここに傷がちょっとつくぐらいでお母さんちょっと傷ついちゃったついちゃったりしちゃったから回ってみたらあこんなの大丈夫でねえよかったって思ってたわけよどっから来たってしたら多分この辺だと思うよってわけ位置的にね、うん、でも俺の記憶だともっと山、ね、見晴らしがあってって言ったらここら辺もうあの木を刈ればね、すごい見晴らしがいいから、うん、でももっと上の方だったら気がするって言ったら上の方でなんか工事の音がしたわけよそうパキンとか言ってね上に誰かいるなとか言ってちょっと上まで行ってみようって誰かいるかにものおばあちゃんのザッザッと入って登ってっちゃったんだよそうしたらねそしたらそこにちょうどなんか家を作ってるってなってその人がいてで多分その人も初対面なんだけどおい何だわちょっと道聞きたいんだけど、あの東京からね、あのなんかお父さんが家を土地を残してね、それをなんか探してきたらしいんだけど、あんたのとこどこだってなって、なんだって言ったら、すごい近いわけよ。そしたら、あ、ここもうこの辺ですねとか言って、そしたらもう雑木橋なんだけど、もう広いからやっぱり700坪あるから、700って相当あるよとか言って、ほんで、でも、も
もう こからこっちはあなたの土地だと思いますよとか言ってさ、で今あなたが立ってる場所はこの前の人が勝手に使ってましたよって言うわけよ。バーベキューとかやってますよってことで言うわけよ。あ、人んちでバーベキューとか勝手に使って駐車場から下にしちゃってますねなんて言うわけよ。よかったね、海じゃなくてその時もう、ね、面積がね、もう何年も経って海っていうのもあるんだもん。そうそうそう、うん、水の中ですね、侵食されてね。そうそう、お前なんか時があるだけマシよ。それで、でも良かったじゃんって言うから、よくあるのはこういうってね、あの、ね、あのお父さんが亡くなってね、あの土地を探しに来たっていう人がいて、見つかってよかったねって言うから、うん、で、ありがとうございますって言って、ほんで、で車で、またその車どこ止めたって言うから、あの港のところの役場のところって、そこまで乗っけられたわけですよ。ほんで、あのお母さんすいませんって言って、そんで、であの土産で買ったね、あの物事をね、こう、そう、なんかね、うん、東京戻ってからなんか送ろうとしたんだけど、うん、住所とか、あ、そんなやだやだみたいな感じで、うん、受け取っなんかこう、住所教えてこなかったから、手土産で、その法事の手土産で持ってったものをお母さんに渡してね、うん、じゃあこれでっつってね、うん、そしたらなんかお母さん、じゃあ気をつけとか言って、そしたらなんかいきなりお母さん、うわーとかバックしたと思ったら、ブまた遠赤あったわけよ。本当に。で、やっぱ俺も危ないって日本橋。こっちって言って、よく言って。まあ、なんか、しかも、バケツがそこに置いてあったの2個、ぶっ飛ばして。水が壊しなくなっちゃって、もう、ゴカーンってなっちゃって。でも、幹広いんだよね。広い。そこ中広い、住宅。そこ中広い。遠赤あげるの遠赤あげるの狙ってたら、もうやっぱもう笑いこらえ必死でさ、お母さん大丈夫ですかって、ああ、大丈夫だけどね、多分ね、どんな焦りばっかりラギーにやったもんね。あのバケツがな、バケツの水がバシャーバシャーってなって、ほんで帰ってって豪快だね。そうそう、これとりあえず場所が分かってよかったなっていう話でね。とりあえず7駅坪見つかったんだ、見つかったんだ。ただもうね、ちょっとね、芝刈りとかで、うん、あの木を刈んないと、ただ思ってたよりも太い木が少なかったから、うん、あ、これだったらそんな何日かやればさらちになるなと思って、あれがあれがそこでバーベキューやる人もいるんだけど、2回目を取ったら、はいはい、決めすぎくらいほんで、次の日にちょっと、まあ、せっかく伊豆来たからって、あの海沿いを走ってて、でなんか前の日になんかいろんな UFO、 そう UFO 出て、 UFO が出て、で UFO が、まあ、フェイスブック上げてるけど、で UFO を撮った後に、で次の日の朝法事終わって、その後にさっきのこの今オープニングのトンボ玉の体験コーナーに上がって、これ何、これトンボ玉です。ガラスで、ちょっとガラスだと何が甘いの、これといい。飴が先。飴じゃないですね。飴じゃない。ああ。これ作った。体験じゃない。かわいいね。その場で。はい、これパンド。チヨちゃん。違います。チヨちゃん。ひげまるちゃんとね、チヨちゃん。なるほど。そうそう、それで、まあ、初めて、生まれて初めてガラス細工っていうのを作ってみたんだけど。これ、何独自で作ったの。そうそうそう。特製自分でなんか好きな人を選んで、3本から選んで、で、なんていうの、うん、ガスパーラみたいなやつをこうやってやってたら、こうやって、陶器ね、陶器とはちょっと違うけど、そんな作らせてくれて、うん、で、ペットも作れるっていうから、うん、ピノとか作ろうと思ったら、顔真っ黒じゃない。戻ってきたら、
友人さんが帰ってきてたんで。誰か。そうそうそう。帰ってきてたんですよ。友人さんがね、まあ、ちょっと向かった先がね、なんか、まあ、Facebook でああしてるから、まあ、別にあえて名前言いませんけど、あのちょっと、まあ、理由があってね、あの友人さんが帰ってきてしまったと。そのうちの1枚は沖縄の池代さん、でもう1枚はヤコのお弟子さん、でもう1枚は物資のところに引き取るっていう形を取るっていう形。あれよ、A ちゃんのやつやってたじゃん、肖像画。ちょうど今まだ書いてる。まだ、あ、まだ、あ、まだ、あ、書いてない、うん。これから書くけど。うん、で、かっちゃんを書いてくれって言うんで、かっちゃんの友人さんね、あの物資が持ってきた友人さんは、うん。で、今かっちゃんを受付開始して、で、実はね、最初かっちゃんが言ってたね、予定数もオーバーしちゃったんだよ。だけども、うん、物資とゆうこさんが、かつのね、好きなだけ、あの、世に送り出していいっていうから、あの、限定、一応限定にはしてあるんだけど、切れなくなっちゃうからね。だけども、まだ、あの、かっちゃん受付してますんで、まあ、通常の2019年の龍神様も今開始してますけど、若干ちょっと遅れが出てます。というのも、なぜかというと、かっちゃんを波動を入れるのに、かなりちょっと、あの、波動が強いから、結構ね、あの時間かかってるし、紙も新しくしてるし、あとその道具とかも全部変えてるから、2019年バージョンでね。紙は入ってね。紙が入って、そんで、あの、あと水晶の粉も全部、あの、今、かっちゃんも持ってもらって、それで、で、あの、波動を強めに強くしてるんで、で、書くときも、俺もアトリエにこもるんだけど、やっぱり波動が強いからね、なんて言うんだろう。ずっと船に乗って船酔いしてるみたいなって書いてると、なんか揺れてないのに揺れてるみたいな感じになってて、うん、頭がクラクラくるから、うん、枚数はね、一日ね、そんなに書けないね、うん、顔だけ書いて、戻ってきて、乾いてからまた胴体書きに行くみたいな感じになってるんで、うん、これで、あともちょっと額の入荷待ちとかあるんで、まあ、あのちゃんと書いてますんで、その辺ご心配なく、うん、というわけで、あの龍神様のご注文はいつも通り DJ 障子アットマーク gmail.com もしくは Facebook のメッセンジャーよりお待ちしております、うん、それで、まあ、まあ、龍神様は帰ってきたのはあれですけども、とにかくやっぱりなんだろう、そのやっぱり龍神さんっていうのは特別な神様なので、行く場所ってのはやっぱ選ぶわけですよ、うん、だから、行かないと一度なの、あの、なんていうの、最初に注文を受けた中で龍神様が拒絶する場合もあるし、は過去一件あって、うん、あとはもう行ってから帰ってきちゃう場合、うん、っていうのは、あの、もう龍神様に全てを、龍神様が来たからこれでもう反対、宝くじ買ったら当たるとか、うん、そういうの思っちゃって、なんかそういうふうに全て龍神さんお願いしますみたいな感じに丸投げしちゃう人は、やっぱり龍神様怒って帰ってきちゃう、うん、とか、あとは戻ってきちゃうのは、なんかその、なんかだろう、非常に龍神様を粗末に扱っちゃったりとかする人の時は戻ってきちゃう。あと、仏師が言ってたのは、その龍神様 を持つのが早すぎる人とか、そういう、まあまあ、今までやっぱね、かなり枚数書いてますけど、戻ってきたのは数件だね、久しぶりに戻ってきたね。でも戻ってきたらすぐに行く場所が決まってるから、まあ、龍神様にはちゃんとお詫びして、で、まあ、許してもらってあれしたけど、うん、だから、まああのね、弟子のあたるくんもね、ちょっとこの間ちょっとトラブったみたいで、そのね、あの、絵も俺が引き取ることになったっていうんで、だから、まあ、いろんな意味でね、まあ、巡り巡るっていうか、なんていうんだろう。で、弟子初めて取ったの？初めてじゃないですか、今まで過去3人いたけど、一人クビにして、一人事件の後に亡くなっちゃって、一人 はあの今も やってるけど、あの要はその方向性っていうか、絵のジャンルが違っちゃってる。俺はレンブラントみたいな写真っぽく描くじゃない。それはやっぱゴッホとかゴーギャン を師としていきたいって言ったら、やっぱ全然路線が違っちゃうの。抽象画じゃないけど、あのね、あの、なんていうの、方向とかの方向と、
俺みたいに写真絵画の方向で違うからって別れちゃったっけ。なるほど。うん。急所、急所だね。そういう感じでございます。はい、で、今日のゲストはゴッドさん。どうも。いやもうあの、相変わらずマイペースで来てね。マイペースで来てて。この間だから、清水さんのね、ツイートでね、去年。なるほど、今年なんでね。で、PJ でもやろうって言ってて。そうそうそう。で、まあ、今年、もともと去年の12月何日かに行くって言ってて、親父が倒れて、あ、そうそうそう、それはもう本当にあの大変で行けなくて、うん、で1月入ったらすぐ行きますよって言ったら、うん、1月があと3日って言ったら、俺は3月から寝るから、うん、それで今日来た。久しぶりに私の龍神様を見たら、前より龍神様の口が開いてる。ああ、それありますよ。龍神様はね、進化するんでね、あの絵が形が変わったりとか、色が変わったりとかっていうのはありますね、それは。治療に、うん、それはごくごく稀にあります、うん、あの玉の色が変わったりとかね、あの角の色が変わったりとか、あと、なんだろう、本当にやっぱ魂入ってるから、うん、絵だけでも生きてるからね、普通の龍神様とはちょっと違うところがあるんで、ただ不思議なことが、特に一番不思議なこと、現象が多発してるのはね、神永さんとね、広島の龍神様の玉を悪いものを吸って口だけ、ほうじからいい気を出してる写真が撮れちゃったりとかね、うん、そういったの結構あるから、全然あの別に不思議なものじゃない、あの人形じゃないか、髪の毛の伸びてないけど、うん、龍神様の毛が伸びたとかってないけどね、うん、っていうのはありますね、うん、で、まあ、話戻しますけど、はい、そんで、まあ、ゴッドさん、まあ、清水さんね、うん、まあ、残念でしたね、いい俳優ね、にゃんにゃん探偵局ね、俺の、うん、俺を追い続ける銭形刑事さん、追い続けたのにね、まあ、追わなくなったから今度どこ行くんだろう、それもう逃げ切っちゃった逃げ切ったのあれで、何あれ、今さっき言ったけど、ね、いや、そうそう、今寒いから休んだ、うん、そう、もう寒いから休んで、いつ再開するのかなと思った、気温3月以降、うん、あったかくならないと努力しないんで、すごいね、俺の元気になる、超余裕鼻水でもね、だってほら、基本的に寒い時ほらみんなロケするじゃん、基本的にみんな風邪ひいて、うん、だけ人気になったりして半分はもうパーだから、だったらもうやらない方がいいからね、うん、そうそう、本当にほら、あのほら健康を引き換えると、うん、でも頭痛いと思って、あ、マシになった、マシこれ飲んだから、そうか、薬昨日のさ、片頭痛があって、きっとでゾーミックって薬があって、あ、みんな知らないんだね、ゾーミックって薬が1個300円するんだね、で、まあ、それは俺はあの月ほらあの10個しか飲めなくて、そうで10個で足らないからってあえて下に言って2ヶ月ももらうよ、20個あるじゃん、それを1ヶ月で紹介ね、来たら、まあ、ほら取りに行ったらくれないわけよ、うまいこと15キロぐらいしてきて、でもうちょっとなくなりましたって言わないで、まだ残ってませんと嘘ついて、病院用のが転倒してるみたいな、それがあるよね、うん、だけど今病院って定期があって、どこにどの薬入れてるみんな分かる、そうだからオンラインでそれやろうと思って1回行ったわけよ、そしたら、いや、あのこれどこどこの病院でもうすぐ漏れてますって言われて、オンラインで、もうこいつらどう提携してるとか分かって、そうそう、いやだから病院って怖いよ、どこの誰にどの薬出てるか全部分かってるから、オンラインで、あのあれに一緒、あのほらお金がいる時の、あの要するにほらどこどこで借りたら、でもあれがほらオンラインじゃんね、あれと同じ、そうそう、病院オンラインって言われて、うん、だから多分この病院でこいつは今がんになって、あの今抗がん剤出てるから、こいつ多分あのセカンドオピニオンで次こいつ行くから全部分かってる、そういうもんなんですよ、もうね、なるほど、それがね、昔管理しにくかったんだけど、うん、今はほらあのマイナンバーになったから人間が管理できやすくなったよ、ね、それがあれ一つはマイナンバーになったり、一つは病院のカルテが分かりやすくなった、うん、世界中からいろんな人がね、やっぱりあの来るから誰かが分からなくて、セカンドオピニオンになってきて、もうこいつここに通いながらここ行ったりして、この病院やめたりして、それでも管理するのに、うん、まず一つになったの、あ、そういうことね、なるほどね、警察よりすげえすごいな、オンラインすごいな、まあ、ネットワークの時代だよね、あ、そうそう、そうかそうか、うん、で、映画の方は映画は何ですか、映画はね、神様くれたのかっていう、トミタリングで来年、え、今年の8月に公開予定、全国、そうそう、いや全国っていうか、まあ、全国かな、ロードショー、そう、全国ロードショー、韓国の、うん、あ、私は去年めちゃくちゃ、そうそうそう、もう大暴れくちゃくちゃになって、もうほら今日もプロデューサーね、藤子さん来てますけど、あの韓国の映画大変ですよね、ほんとね、そうそう、
大変だって、もう大変しかあったもんね。何の一生ですごかったよ、もう爆笑で。あまりにもすごすぎて。いや、俺もだけど、ここでアッパなんか、なんかね、興奮して、あ、ちょっと言ってるね。ね、そう。画面が消えてたらさ、そうそうそう。いや、だけど本当にね、話題にはね、なると思う。うん、もう早速話題にはしたいんだけど、そうだから、そんでね、韓国で撮るっていうの聞いてたじゃん、うん、で俺で、で、俺と清水さんは、ね、日本に置いてけぼり食らっちゃったわけよ。あ、そうなんだ。で、清水さんはいつ、長井さん、ゴシさんの映画さ、韓国で撮るって言ったでしょ、連絡来たと、いや、パスポート取って待ってんだけど俺たち、なんか、置いてけぼり食らってるよね。飛行機の席がなかった。そう、そうそうそう、プライベートもちょっと遊ばないそしたらさ、聞いたら、俺も待ってたのよ、うん、だ聞いたら、ね、韓国は韓国のボスがいるとわけがないそう、韓国の、韓国の刑事がいるからそう、ね、だからみんなでいるのね、そう、あれ、みっちゃんが遊ぶになった場合は、韓国が入ってくるじゃん。入ってきたら、悪役は韓国でお願いしますって言ったら、悪役は向こうに出たらもう出るもんないじゃん。それ聞いてないのか、弟にしようかなと思って、いろいろ考えたんだけど、無理があるから。フェイスブック見たら、もう韓国行ってロケしてるって。俺、日本にいるんだけどさ、俺どうなのよみたいな。まだ待ってるけど、普通海外逃亡でしょと思うんだけどさ、俺日本にいるんだけど。そうそう、だからね、まあ繋がってるんだけど、やっぱりちょっと別ストーリー、ニャンニャンとルカは、うん、そうだから、それじゃないと、そこに例えば出てニャンニャン2ってこうおかしいなんだよ、うん、ニャンニャンってこうずっと思って千代ちゃんも海外行くのを準備してたね。でもほらパスポート取ったら千代ちゃんも、千代ちゃんも、千代ちゃん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 、ニャンニャン2どうよ、メインだ、メインメインメインだ、そうだから、サブクない時やろうね。でもほらもう風邪ひいてるわけ、そうそう、ほんと3月3月とかね、7月はもう確実大事だよ。しおちゃん、3月も今は中途みたいな寒いんだよ。寒いよね、ちょっとね、うん、朝花粉は大丈夫ですか。花粉は、まあまあ、でも僕も年齢詰まってるんで、うん、もう鼻詰まってるんで。ニコがジョンとヨーコの絵に立ったところを撮ったら、白い友人さんがおんぶされてます。ゲッ、その写真を見てない、後で送ってください。あ、これ、メインね。そ、うん、メインというか、コメントね。コメント、うん、ごめんなきゃ、突然言うでもまあ、でもニャンニャン面白いから、あれ、アマゾンプライムになってるのね。でもアマゾンプライムでも、2も入ってくるよ、アマゾンプライム。アマゾンプライム、だから2ってだって、撮ったんだっけ。いや、また、今からじゃん。今からじゃん。もう入ってて分かってる。もう、約束ある、うん、アマゾン。あ、そうなんだ。うん、もう全部、全部、4まで全部入れますよっていうの。約束をするから。もう約束されて、あとで喜ぶから。そういうこと。そういうこと。そうそうそう。で、なんか変な、さっき、変なとか、さっきさ、チラッと始まる前にさ、見たじゃん。うん、ああ、徳川、そうそう、あれはね、あれはね、要するに徳川の、まあ、分家筋に当たる人がいて、徳川家康の、そうそう、徳川家康、そうそう、で、徳川家康っても言ったら聞けないじゃん、ね、もう、要するにほら、分家だけでもすぐ人数いるから、で、徳川って、だからでも、もう答えを言うと、本当は今、徳川って名乗ってる人って、いろんなほら、徳川詐欺もあるしね、もう、あ、そうだよね、うん、あ、伊勢川とかあるじゃん、最初から、最初からそれに引っかかってんじゃないの、大丈夫だ、そうそう、ね、ネットで見ると、徳川って名乗る人って結構皆さんに多いよ。知らない人は片棒を稼がされてるね。うん、大丈夫。それでね、結局徳川とかいっぱいあるでしょ、うん、だけど、もともとはその徳川っていうのはどういうことかって言ったら、その東京のほら、昔は東京サイドがあったでしょ、はい、あの時代にみんなこう、ほら、皇室系されたじゃん、皇室系される時に徳川って名乗ると全部殺されるんだよ。だから、名前をあえて変えて、徳川なのに山田とかなんか多いときの名前を変えてみんな行くわけ。だから本当は今徳川ですよって言って名乗ってる人っていうのは皇室系になれなきゃいけない人が名前を変えて助かったっていうことがあった。今もう時効だから言えるけどね。俺、家康と誕生日しよう。12月何日？26日。ああ、そうそう、12月26日でした。そうそう、今ね、今年徳川500年祭りってなる、うん、それが今年だから、うん、で、何の500年ですかっていつも計算が合わないよ。イエスなのか、イエスの日なのかわからないけど、とりあえず500年だって言われたから、まあ、とりあえず、まあ、500年、今ぐらいの仕事は500年、本当に、まあ、今回ね、あ、なんか違うんだって。で、まあ、昭和天皇の誕生日ですね。昭和天皇と、そう、昭和天皇だっけ、昭和天皇、うん、と誕生日したっけ。あ、そういや、年号かな、徳川家康でしょ。したら、占い師が、すごいことでしょ、うん、庄司さん、徳川家康と、ね、誕生日してたしね、やっぱすごい持ってましたよって言われて、でも、ちなみにもう一人、有名人で言うと、エスパー伊藤です。
その前だけね。次見よう。なるほどね。なるほどね。小栗旬とかあれも一緒だからね、感覚ね。少ないじゃん、12月26日って。イエスって何の日まで知ってる？みんな天ぷら食ったこと言ってんじゃん。イガン、イガン。イガン。食いすぎた。でも家康さん長生きしたんだよ。うん、結構知ってんだよ。70、あの時代にしては、もう超すごいね。そうね。イエスが70年生きたんだよ。あれね、イエスって何で長生きしたかっていうと、要するに、まあ一つはその薬。あの彼はほら、自分で、なんていうの、こう長生きしたいから研究するわけ。健康に対しては、彼はもう健康のプロフェッショナル。今でもね、健康のトップみたいな。それで自分が薬作ったりとか読んだことして、でも基本ね、12月のね、その矢木沢のね、あれっていうのはね、自然治癒力がたけてるんだね、もともとね、そうそうそう、そう免疫力があるし、ね、免疫力があるしね、だから、なんだろう、俺とかも病気とか怪我とかもするけど、結構ほったらかしにしてると治っちゃうんだろうみたいなね、さすがにまあ腸年代もだけどね、まあ動物もそうね、あのほら、猫だって犬だってほら、もともと飼い主がいなかったら自然治癒力そうそうそう、それがね、もともと人間に備わってるんだ、うん、そうそうそう、それを薬が何だとかって使っちゃうから、ね、おかしくなってきちゃう、そうそう、うん、俺もそれをやってみようと思って、風邪ひいて熱がある時に、もう俺は薬のままにし、病気に行かないと思ったら、やっぱり行ったもんね、行った、もう入れない、無理、無理、やっぱり頭の中に、この神道さんを、やっぱどうやったらここで猫みたいにじっとすることって、じっとすればするほど熱が出るのよ、おかしいなと思って、うん、やっぱりね。そこを超えなきゃダメだよね、そのでも超えなきゃダメだよね、これ超えなきゃ、超えなかった、うん、飲んじゃった、飲んじゃった、飲んじゃった、すぐ下がったわやっぱり薬がどうと、でも薬って本当にね、医者から出てる薬は8割はいらないもの、本当に、うん、2割は、まあ、いるもの、だからいらない薬いっぱい出してくる、だから多いでしょ、薬って、うんね、はい、これが抗生物質、はい、これが胃の薬、はい、これが鼻垂れの薬ね、はい、いっぱいこれも飲んでますね、これからも誰か何してんの友人さんこれ牛なの猫猫じゃんこれ猫の背中に友人さんが乗っかってんのこれ白いるねなんかねこれは誰これ俺がで誰のものまねものまねどれなのああ、これものまねあ、本当だあこちらに来て写したのさっき亀田さんがコメント入っててジョン・レノンの絵をとニコちゃんを撮ったら、うん、ニコちゃんの背中に白の龍神さんが、ね、いるって言って写真を送ってくれたのにとここにこういるのこの絵持ってたこれは、うん、ジョン・レノンのこのね、うん、猫がなんか痛いしてるんねジョン・レノンと小野陽子さんの絵は小倉さんと小野陽子さんと神永さんの3人、うん今、神永さんが、ね、猫の背中に白い竜が全部、ね、入ってますね。ちょっと、まあ、照明があれだからちょっと見づらいかもしれないけど。猫、うんうん、伸びしてるね、伸びてる。伸びしてる。伸びしてる。ニコちゃんもだから、その、なんていうの、もう今日、明日の、もう持つか持たないかって言ってたところで、竜神さんに、俺、もうこれ、うちの竜神さんだけじゃダメだと思って、今まで行った竜神さんにフェイスブックで呼びかけて、そしたらもう外全部竜がブワーッと飛んでって、俺でニコちゃんね、人生助かった。今も元気だ。あれで、神永さんのお父さんもがんになった時も、竜神さんはこう、で、助けてもらって、で、オペができない状態だったのが、オペができるまで回復したから一気にオペやっちゃおうっつってそれでオペやって、うん、でもう医者もこれはもう奇跡としか言えばないみたいなそんなのは結構いっぱいあるんだよこれ下からこう白いのがこう上がってるやつねで小倉さんとかにも竜神さん送ったらあるけどね小倉玉子さんね小倉さんも竜神さんの効果かどうかわからないけど、ね、一応もう人工高校にはなったけど、うん、元気だって言って俺とこの間連絡来てね今、小倉さんとは普通にまた親子付き合いしてますんで、うん、だからまあ、小倉さんもね、こうやってね、まあ、あの事件の件の時はね、まあ、しょうがなくああやって言うしかなかったっていうから、まあ、それかもしれないけど、しょうがないよって言って、うん、あれして立場あるからね、そうだ、やっぱ立場あるからね、ああやって言わざるを得ない、で俺を悪者にしないと、収まらない、収まらないからところがあるからね、それはまあ、いろんなね、その、とか、まあ、
まあ、今もいろんな演題のドラマとかやってるけど、うん、やっぱり演題っていうのはどこにでもあるの？ある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 し、これ俺のあのそのなんていうの、自分が体験してみないと分かんないもんな。そうだよね。そうそう、自分が体験して初めてこう演題があるんだということをやっぱ分かるわけ。でまあ、どっちも言ったけど、そのね、うん、ね、やっぱりその流通会になるには、やっぱりもう普通の人が経験しないような経験をした後にランクが上がっていくっていうかさ、だからもう俺もあの事件が良かったとは言わないけど、あれがなかったらもう今こういう風になってないなとは自分で思ってるけどね、うん、逆にあれがあったからあって、でも本当にね、あの事件があってね、俺の元から去っていったもんね、本当に1人か2人ぐらい、みんなもう庄司さん冤罪だって分かってるし、うん、って全然気にしないって、ね、そんなのばっかりだよ、ね、うん、で結局週刊文春ももうね認めたけど謝罪するって言ったら逃げちゃってるけど、朝芸はちゃんと取材ね、あのデザラメな記事書きましたって言ってね、うん、あのね詫び状とか、うん、あの今もねネットで見れるけどね、うんうん、だから、まあ、そんなこんなで、まあ、年末もねちょっと俺の絵を買いに来るなって言ってたのがいたんだけど、その人はちょっとねフェイスブック書いたけど、どうなんかちょっと常識のない人だから売らねって言って、もう最初、ね、5000万ぐらいで買うんだったんだけど、5000万だか6000万だか売らねって言って、もう買えって言って買いしてんだけど、うん、でもほとんどでもハミタイ知ってるもんね。知ってるよ、ハミタイ人は知ってるよ、うん、長野聖子、うんうん、あいつだから、あれがまたややこしいよね。でもあれも青春長だよ、あれもあるもんね、あれあいつがだってもともとだから、そうそう、ね、だからあれが前から言ってるじゃん、そうそう、あの人間が前から言ってるのを全部ね、勝者のあの自分のことを要するに言わないで全部彼のせいにしてた、うん、っていうのが答えだよね。そうそうそう、俺唯一喋ってる、そんな可能性。ああ、そうだね、唯一電話で喋って、もう唯一喋って1時間ほど喋ってるかな、うん、それが3回ぐらい喋ってるから、そうそう、だけど結局ほら今振り返ってみたら、うん、全部こいつが自分でやったことを全部ね、庄司哲夫のせいにしてた、うん、っていうことだよね、うん、そう。でゲートでもあのそれ話そうと思ったんだけど、ゲートってちょうどほらゲート今度やるじゃん。いやそうそう。で俺は中野聖子と喋った1時間半の会話を、うん、そこで詳しくゲートで言ってなかったね。うん、だってほら言うとほら、あのほら 100% ほら本人が出てきてない時だから、うん、あのほら片方が本人聞いてないから、それでこう聞いたけどどうですかって聞いて、それが普通にこうフェアだね。だからここは出てこない。出てこれない。で出てこない。で後藤ちゃんが来いって言ったの。あの後藤ちゃんが行きますって言ったら。うん、ゴートチャンネルに来て、ね、私が思ってること全部言いますって言われたら、こいつ、来やしないよね。だからそうだね。そうそうそう。その時に名前変えることになって。今、夢花子の名前変わったね。今もいるの？今、夢なんとかって名前変わったの。どういるの？いや、いるっていうか、その名前変わりましたって言って、で、俺がコメント入れたら、もうすでにブロックされてた。どういうこと？分かるな。俺のとこにさ、迷惑メールが来てさ、うん、ほんでさ、なんか、なんだっけな。赤いドレスの女って、そうで、いいんだもん、ね、今ロバート・デ・ニーロにお世話になってます、わけわかるわかってさ、まあ、お前に来年、俺のとこに一番最初来たのは、ね、面白い話で、中野聖子本人にね、一目惚れしたって書いてね、うん、一目惚れして、ぜひ書いてくださいって言って、うん、言ったから書いてあげたって、うん、ね、何や、あの、その一番最初の出会い、出会い、うん、俺に中野聖子が言ってたって、うん、フェイスブックで、フェイスブックで繋がってないわって、俺、元々だから何言ってるか分かんないけど、とりあえず俺をほら知らなきゃ聞くじゃん。俺の隣に住んでた骨董屋 の風俗の客だったんだ。あ、客じゃない、風俗。俺の隣に住んでた骨董屋の味がいて、そこに入り浸ってた、その骨董屋が呼んでた風俗じゃん。あれ風俗じゃん。そうそう。俺もともとデリヘル嬢。あ、そう。ほんで、そのおっちゃんからあの顔でやってたの。そうだな。顔知ってるの。顔知ってるでしょ。俺は顔見た時エリフォントマンだと思った。俺がさ、折れるわけないでしょ、はっきり言って。歯ねしさ、お薬になるしさ。ほんで、俺のところに、その俺、骨董屋と仲良かったから、うん、そんで俺に 絵をこうどの子にって、骨董の手伝いしてくれとか言って、うん、あ、そうだよね。そうそう、そこからのあれで、うん、で、俺がその骨董屋を呼んで、で骨董品売るじゃない、うん、でその手数料払うじゃない、うん、で、帰ろうと思ったら、なんで手を出さないのかって始まったわけ、うん、なんで手を出さないのか、俺仕事で来てんのか、変わりますよって言ったら、うん、私もっと汚いと思ってんでしょとか言って、私、あ、意味わかんないんだけど、言ったら辰巳から聞いてないなとか、辰巳って誰だよ、辰巳さんいなって言って、そのね、隣に持ってあるのに、うん、まあ、辰巳さん、私のね、風俗のお客さんだったろって言うから、知らねえ、そんなの、なんだそれとかって、辰巳見たわって言ってさ、あいつ寝ないでしょ、
朝から晩までずっと俺とフェイスブックやってるの、うん、だから朝もう昼も夜もさ俺も寝ないじゃん、うん、だからずっとお互い寝ないコンビでずっと営業してたけど、うん、ほんとこの女寝ないよ、よくそうやってるでしょ、そう、そういうことよ、そういうことね、そうだって寝ないと俺やってないですよ話がおかしくなるから、ちょっと怪しまないやってるどうしよう、やってるどうしよう、赤いドレスの女って変な女だった、本当ね、振りますもんね、人を振りますよね、もう単なる頭おかしいもん、本当、本当、もうあれは報道禁止用語だけど気違いや、うん、あれはマジでそうだよ、マジ本当そう、まあ、頭おかしいからマジで、うん、だからまあ、ね、でそれももうさ、結局マトリとかと絡んでるからさ、うん、マトリはさ、操作しないわけよ、うんそうね、ほんで俺さ麻薬取締り局電話かけてその俺を捕まえた人間と喋直接喋って言ってやろうと思って言ったら登録抹消されてるってわけ、うん、その二人がね、あの稲継と、ね、川本って俺をはめたっていうか、うん、俺と来た麻薬取締り、あ名前出しちゃうとさ、うん、悪いけど俺はめたんだもんね、それいわゆるマトリのメンバー、マトリのメンバーで、そのね、でなぜ中野聖子をね操作しないのか、普通さ、例えば、ね、俺のスマホ全部見ればさ、例えば俺のもしね、バインとやるとしたら全部出てくるわけじゃん、一切出てこないわけよ、で、俺のとこスマホ返ってくるわけ、データ真っ白になって返ってくるわけ、普通そのまましないじゃん、全部消してんのよ、まっさら、もう初期化状態、ね、こんなことありえないわけじゃん、ほんで、その金を、ね、警察に行った時に、まあ、それでその後俺のとこに嫌がらせのメールが結構来てたわけよ、今ね、中野聖子で、それもさ、本人が送ってるくせにさ、ね、その中野聖子の弟子だみたいな感じでさ、来るわけよ、今、聖子さんはシチリア島で、ね、ロバート・デ・ニーロに食わせてもらってます、まあ、セレブの生活してますと、あ、そうですかみたいな感じなわけよ、どうでもいいやろ、勝手にロバート・デ・ニーロが何でも やってくると思ったっけ、ほんでさ、電話かかってきたのが、ね、相模原西警察なんお前、カメラで相模原にいんじゃんみたいな、うん、そうだよ、うん、で、だから俺がフェイス、うん、なんで分かってたって言うと、俺はフェイスブックで、ね、その長野聖子の母ちゃんっていうのが俺の絵を盗んで、ね、売りは、ね、そこでやってるわけよ、うん、その件をね、書いたらさ、長野聖子がさ、引き渡る時だったらさ、実名出されたんですよ、でさ、相模原の死刑察でさ、分かってたって、南が、うんじゃあ、その近所に住んでるってことじゃん、うん、何がシチリア島だもんだろうと思ってあれも言いたいじゃん、ほら UFO のほら、なんか集まりあったじゃん、そこに男がいた、変な男、名前忘れたけど斎藤か高橋さんか、あれなんだっけ UFO の集まり、うん、どの UFO あのほら、あの星谷さんが何かやってる高野か、あ、そう高野でさ、あれも一体何なの、あれを逮捕された時もう全てを知ってるみたいなことで俺に気が付いてきて、うん、で、Facebook でさ、であいつも俺とっ捕まえて、ニャーゴの子供は、まあね、タイムやってるとかいろいろ書いてるからね、うん、あれなら閉めたらと思ったっけ、うん、ほんで連絡取ったら、いないわけよ、こいつは監督とかも聞いたわけよ、うん、そしたら監督とかは、なんかね、イスラム圏の、なんか、触れちゃう、まずいことに触れちゃったから、消されちゃったんじゃないかって噂もあった。今誰もどこにいるか全然わかんないらしい、ね、イスラムだから要は、ね、イスラム教徒が何が起こったの一体逮捕されてる間に俺とこに連絡してきて翔平、うん、さんと知り合いですよねって俺全部まとめからなきゃ全部なんか全て聞いてるんだみたいなことでなんかわけのわけのこといっぱい言ってきてあいつ自体も頭おかしいなってどうかしたの高野健二あれと中野聖子が高野慎介だ、うん、あそうそいつと中野聖子が繋がってるぐらいの レベルの話してたようん、ああなるほどね。そうだからそこら辺のことも俺は高野本人を目の前にして全部説明させようと思ったわけ、うん、だけど本人も今どこにいるか誰も知らない消えたんだ、うん、そういや消えたかなんかわけわかんねえことを UFO のことなんか胸出してたの UFO の中の脳企画みたいなわっかんないあいつは UFO の呼べる人間じゃないから、ね、でも結局ヒカルランドもさなんか本出したけどさ、うん、ヒカルランドから二度と仕事したくない二度と仕事したくないヒカルランドってイベントだし、うん、イベントやってるとこだねヒカルランドは出版会社出版なんだよ、うん、多摩出版と同じようなやつ、うんうん、その本をね出してるなるほどヒカルランドとかあの人よく言ってたじゃん誰だっけ宇宙の人っていうかあの研究家の人竹本先生
高野さん2月から復活するよ。あ、ここで。そうそうそう。今毎週木曜やってんじゃん。あの2月から土曜日の8時に変更するから。聞いてないじゃん。変わったから。今土曜日。土曜日。土曜日。2月から。そうそうそう。のりこ中ん？のりこ成田さん嘘っぽい。だからその話がね。嘘っぽいって。俺たちの話が嘘っぽいじゃなくて、じゃなくてそのまとりとかが嘘っぽい。俺たちの話が嘘っぽい。俺たちは真実しか真実しか言ってないのね。だから詳しく知りたい人は、俺の龍神ノートってところから、俺がね、拘置所で拘束、冤罪で拘束されてた間に、真実を全て実名入りで書いてますんで、一応ね、これは全て名前はフィクションですっていうふうにしてあるけど、実名だから、ね、拘置所で書いてあるものを一応実名書くし、ね、変えて書くしないと、本当のこと書いてます。それで86ページの式全部読めるようになってますんでね。とかたりも出るし、とかの。とかさん了解です。ちょっと本当に冤罪でね、だけど冤罪でほら復活ね、する人とか、そういうみたいにほら、いろんなこういうね、マスコミ的にこうやってこれ番組持ったりしてできる人もいるけど、できない人もできないよね。最初はだから本当に俺も出てきた時はね、何にもやってないのに、ここのうちに来るのも生徒さんいるじゃない、生徒さんとかいなくなった後にさ、コソコソって入ったりとかしてさ、それを続けて、だん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 ムカついてきちゃってさ、大家も怒ってたよ、大家ってこれ、もともと住んでて大家来てさ、あれの、マークチでしょ。そう、そうそうそう、あのマークチが来てさ、追い出しますとかなんか言っててなんて、追い出しますよね、あいつだってもうね、俺の部屋、あれだからね、警察呼んでさ、空き巣に入ってた、で俺の部屋からさ、そうなんだ、俺の部屋から30万とかな、で、俺がもう、だって俺がさ、帰ってこないの分かってんじゃん、だから部屋なんかさ、もう荒らした方だじゃん、ヤコにさ、鍵をさ、全部取り上げちゃってね、取り上げちゃってるからさ、部屋なんか入り放題でしょ。ほんだから、で、警察、俺戻ってきたら空き地に入られてるって分かったから警察呼んだわけよ。だから、これピッキングで入ってないねって言って、だから合鍵で入ってるから、合鍵持ってるんだって、俺だけで、あと覚えてる、じゃあ俺、受注入って覚えしかないねと。こういうパターンはもうほぼほぼ犯人覚えだけど、指紋覚えとか出てきてるし、足跡も出てきてるけど、大家だから部屋に指紋があるのは証拠にならないから、決定的なね、隠しカメラとかで撮ってないければ、ね、犯人として検挙することはできないけれども、100% 間違いなく大家が絡んでますね。ドライブレコーダーなのに家にもちゃんとつけないとダメなんですよ。だからもううちはもうね、防犯カメラも見えないところに150箇所ぐらいつけて、150箇所そんなつけてないけど、数えられねえ。だから、ね、そう、そこに行くとさ、自分のことは自分で守らないとダメだね。そうだね、人を守ってないから。さっきもさ、上行ってたら磯部さんが全然戻ってないから何かやってるな。そう、絶対何か仕込んだでしょ。植木の中とか何か仕込んだだって普通さ、ね、だって俺のアトリエなんかさ、絵描くからいっぱい道具あるわけじゃない。でさ、ね、踏み込まれてさ、動くなって4人ぐらい囲まれててさ、もう後ろを向かってもらって後ろで2人ガサガサやってるわけよ。ほんで5分もしないうちにさ、なんだこれなってさ、こんなもん林から仕込んで決まってんじゃん。ほんで、普通もしね、俺がね、そういうことあれしたら、まずさ、彼女であるね、ここのうちにもさ、捜査が入るのが普通じゃん、一緒にやってたんじゃないかって気がしないの。誰も来なかったですよ、私のとこにはまず。怖くて来なかった。ほんでさ、わけわかんない、わかんない、わかんない、取材行ったとかしてるわけよ。知らない女が取材受けたとか言ってね。わけわかんないとかでさ、取材受けたとか。それ多分ない、大変行為。そう、売名行為ですもんね。もう相手名前出さないけどさ、一番最初復活、その出てきて、すぐ復活した番組なの。一番最初出た嘘800、公式にあげ、まあ、竹本さんと千葉さんも、あ、違う、その前、ユーフォ千夜市やで、ユーフォ千夜市やで出て、冤罪の話をしてくれって竹本さんに言われて話したんだけど、その肝心な部分をカットされちゃった。要はその冤罪の話がちょっとね、まずいんじゃないかって話になって、要は一緒にやってる人があの大学の教授みたいな立場上さ、で、まあ、わかりましたって。だからそれで申し訳ないから、ね、うちがもう一個番組持ってるから、そこだったら好きなことを喋っていいからって言って言われて、千葉さん
と竹本さんと岩崎さんとやってた番組、岩崎とかね、裏方でやったところに呼ばれて、演題を話をして、プラスユーモア話をしてたら、なんか人気に火がついちゃって、で、俺のコーナーとかっていうのが始まって、今週の商品っていうのが始まって、で、そこから、あれしてたら岩崎さんが病気になっちゃって、あ、そうですね、そうそうそう、そんで番組がなくなっちゃったから、じゃあこっちで新しく作るかって言って、去年の2018年ね、2018年の1月から、で、その前だから俺出てきてもまず仕事なくなったでしょ、うん、で、ムーの連載ももうとりあえずなくなったでしょ、うん、で、まあ三上編集長は、まあ、ね、俺が執行で解けるまで待ってくれる、うん、あと俺が演題だっていうのを、ね、あれしてだから信じて、うん、そこは救いだから、うん、もう入れて、ね、うん、一応だから要は学研じゃない、まあそうだね、硬いよね、聞こえていつもあと1年、本当はもう執行猶予もそうないんだよね、うん、まあ、一応法律上ね、うんうん、あとどこのタイミングで俺ゴッドチャンネルも来たじゃん、ゴッドチャンネル来て、そうそうそう、で俺がほら冤罪ですよっていうのをやったからね、結局庄司さんを逮捕した人って誰ですかって、麻薬取締まり局、厚生労働省のまた麻薬取締まり、キアノリーブスが悪いのか違うみたいな、ね、違うマトリックスね、そうそうマトリックス、これでだからその、うん、まあ、ゲートももうその間撮影やって、うん、ほんで、まあ ね、どういうふうな編集になってるか分かんないけれども、うん、そこの中で、まあ、いろんな UFO を読んだりとかね、うん、あれしてたらまた何ていうの、うん、まあ、いろいろ何ていうの作成したとかいろんな疑惑もあったけれども、うん、それも全部もうやらしてるのかな、分かんないけど、あのとこ大変だったよ、中野聖子ってほら喋ったの電話で俺だけなのね、うん、俺だけで、ほんで、ほら、監督みたいな、小池さん、あれがもうすぐ俺のとこ来て、うん、何喋ったんですか、全部教えてくれって言って、うん、で、その時俺、中野聖子に言われたままを文で書いてる、うん、もう、生きよう、お前が言われたこと全部俺文で書くって言ったら、全部本当だけ書いてくれって、うん、で、ブログで出した時、テレビ朝日が来てさ、中野聖子さんとゴッドさんで、インタビュー撮りたいって言って、で、俺、中野聖子に電話して、じゃあ、お前、ほんまだったらね、テレビ出れるだろうと、うん、だからそれ言ってくれと。ね、って言ったら、分かりました、顔出しはできませんよって言って、うん、でテレビ朝日に顔出し抜きって言われましたから、顔出し抜きでもいいから、うん、とりあえず来てくださいって言って、うん、セットしてのこのボケ、ドタキャラしたからさ、うん、だから結局、俺は上から走られてたから、そうなんだからでしょ、うん、はい、だから結局、これ、来るんだったらほら、ね、大したことだと思って、待ってたわけよ、うん、そしたらさ、テレビ朝日もさ、ガンガン待ってるわけよ、スタジオで時間取ってさ、で、中野聖子が来ないから、俺一人出てもしょうがないから、言ったら、あのボケのカスのおかげでほらテレビ朝日初めてさ、俺だって出てきた時にさ、ね、もう出るっていうの決まってるからさ、うん、当然出てきた時にさもう取材受けると思ってるわけよ、だからもう喋る全部頭にさ、うん、整理してさ、うん、ほんで出てったら誰もいねえよ、おガヤガヤもね、使われてるんだよね、特ダネだとかね、雑誌とか大騒ぎして、サンダン最初つつね、やっと出番、やっと出番、やっと出番、俺の喋りでも喋らせないよね、やっと保釈になって出てきたら、ここで俺は無実だって全部言ってやろうと思って報道陣にも報道陣ごめん、こちたにさ、こう監督もいねえし、誰だよ、出迎え誰でもいねえじゃん、いい、ご苦労さました、お疲れさました、そんなお前らここにいたのか俺みたいな、まあ、いいけど、で俺どこに行けばいいの、どこに行ったら、こっちだよ、さっき言ってきて、監督出たら、ね、で中にいて、ね、スマホとか電源の通で切れてるから、うん、使い方も分かんなくなっちゃったから、半年しかいるから、そうしたら、させてくださいって、そうしたら、公衆電話があるっていう、セブンイレブンが撤去されちゃって、ないわけ、電話かけるなきゃないですよ、俺どこに行けばいいんだよって話したわけだから、その、やっぱね、友達のね、まさるくんっていうのがね、来てくれて、唯一来てくれて、ガーお疲れ様でした、長い間、もう大変でした、本当はまさるくんありがとうって、で、まさるくん来てくれたらいいんだけど、取材陣とかどこに隠れて事情を見て、こじたいさんとか隠れて事情を見て、だよみたいなさ、電話ボックスの限り、まあ、その気持ちは分かれば、見たこと全部用意して、散々になるよ、バッチリ、散々になるよ、誤解したとき、バスコさんでもそうやん、出てきたらね、バスコさん、フラッシュ、バシバシって、あれしてたんだって、申し訳ございませんだって言うじゃん、俺は申し訳ございませんって言うつもりさらさらないから、ね、
좀 엄마를 거 있어요. 네. 네. 좀 아, 지금 내 어른은 대담의 기지가 됐어. 좀 내 거. 다르다. 네. 내가 다르다. 내가 쓰는 게 있나? 쓰는 거 이게 대로 넘었다. 마크라. 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 호시는 아까리. 호시는 아 보고니 탄다. 비행기 또 나게 있었냐? 혼자만 소크라 다 해놨다 보네요. 그래서 각시를 살 때 진짜. 안되게 테레비를 보고 있는데 테레비를 이때문에 했다잖아. 그쵸? 민보 엉뚜다 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 아랫 것도 내 것도 내 딸 알바 그 이야기다 산들했다네 그냥 문을 어여줄 때가 뭔데 아따 것도 내가 아 저 모르는 게 이때다 소바 엄청 오라 장난에 뭐 그때 거 있다 그래도 너무 오래면 부치게 했다 아따고 말해도 내 딸 이건 다 잘해야 그러다 물어보는 애가 있냐 문고 갈 때도 그랬지 내 대학 따라서 아다시가 다시 사건이 문이 아니네. 내가 내가 これ聞きたいですね。これ聞いてるよ。うん。次まで。ここは続きだね。続きはね、あのまた来週くるね。ああ、来週くるの。来週はちょっととりあえずあのスケジュールとスケジュールまたこの続きはやるんで。まああのあれあれほら徳川秘密の劇団ってね、まあ話戻るけど、そうそうあれ面白いから。あのちょっと夜直しをするんで。それどこどこで見える？いやどこでも今は見れないんだけど。え？基本的に今徳川秘密の劇団の今日も俺あのメンバー一人で。あのポラちゃんね、岩崎ちゃんが来てくれた。あの彼ら、宇宙グループ。宇宙、宇宙、宇宙、ちょっと、あの国際フォーラムなんて言わなきゃ。国連の国連の宇宙、名前長いんだよ、なんだっけ。国連世界宇宙週間か。の、メンバーである。俺出たんだ。そうそう、出たんだ。俺もなんとか言う、あのほら、あのあれなんて書いてあっけ。あの、ほら、国連のメンバーの名前。ケンタロウ。スター、ケンタロウ。え？エヴァンゲリストとエヴァンゲリスト。なかなか言えないね。エヴァンゲリストって連動して連動して。2017年やってたもんね。そうそう。まあね、でもこれがあの今月の時代でしょ。ルイ・アームストロングがこれ月で50年だもんね。そう月に着陸して50年だから、俺のマーズビームムーンベイビー買えようかなと思って。火星からちょっとその前に月がベイビーから。ああ、ムーンベイビー買いに。いや、買いに行くね。マーズ作ろうかなと。また作る。その前、千代ちゃんも作ってる。ああ、そうそうそう。ずっと千代ちゃんのスタンプ、寒くなってきてから、まさに一回りしてた。寒くなってきてからじゃない。今、寒いじゃん。暖かくなってきてから。でも、ほら、名物キャットになるよね、本当にね。千代ちゃんだ。そうそう。千代ちゃんだ。人気あるんだよね、今ね。千代ちゃん、今ね、あのフェイスブックでもね、千代とピノとモンちゃんとあるんで、すごい、うちの猫ね、みんなね、大活躍。パーマンみたいな感じで本当面白いよね。かぶってみたいな感じで。あれ人気ですよ。あれ物落ちしないからさ。唯一あのね、人前とかで連れ出して。一回撮影したもんね。あれは使うからね。あれは2。あれは2のドア玉。2のドア玉。そうそう。だから2のドア玉を撮って、普通はそこで止まれないんです、普通は。そう。で、それ行けと思ってんの。そっからすごい殺球なんで。1年以上だよね。藤倉さん、クレームついてますよ。藤倉さん、いつ再開するんですか？あ、そうやね。そっから殺球だから。1年以上だよ。時間が早いね。待ってる。ちゃんと分けてたよね。何年経つのって。52歳になっちゃったから、その待ってる間に。待ってる間にね。うん。まあ、本当にやろうね。やるやろ。やるやろ。やるやろ。はい。清水さんのね、ツイートも含めて。清水さんはこれ誰だよ。いや、まだ誰か考える。うん。この間、円形さんでいらっしゃるんだけどね、忙しいみたいでね、なかなか返事くれない。榎本健一さんね。というわけで、BJ チャンネルボリューム51はそろそろここら辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。もうちょっと見たいなっていうところで終わりにするのがいいぐらいかな。2B ね。喋りだと止まらなくなっちゃう。またさらさらしちゃってね。はい。というわけで、また来週。ありがとうございました。あれ、写真撮ってね。
写真撮ってください。今じゃん撮った。写真。いいよ、集合写真。あ、これで撮れる。撮れます。これ携帯どこ行った？